ふんわりしたこのグルこれこそグルーブですよ。ガズさんがよく言うね。16ビートはそう、だからそうなるとさらに同じじゃん。うん、16ビートもみんな多分そうだと思うけど、うん、忙しいとかそういうイメージを持ってちゃダメなんですよ。柔らかくてすごくあのしなやかだぞっていう感じで捉えると、ちょっとじゃあそう、どうゆっくりのやつはさ、そういうイメージがつくじゃん。このぐらいだと110。早い感じがするね、やっぱり。でしょ？なんか例えばこれがすごい遅かったら、私もなんかこのゆっくりな感じとかさ、まあじゃあちょっとじゃあ試しに分かるイメージがあるんだけど、このテンポでガズさんやってみましょうか。ツースリーフォー。ほんとスイッチ柔らかいでしょ。聞こうとしてるのかな。それ強弱はまずなってない。あじゃんじゃんじゃんじゃじゃん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 って感じが、ダンバンドドンドンバンクドンドクバン、このやっぱりこれ。このなんかね揺れ。でも確かにあの8ビートよりははるかに難しい。そうだよね。それを掴むのは。でも、ね、同じようにこう優しくふんわりしてるっていうイメージをまず持った方がよくて、16ビートになった途端にみんなねガチャガチャしてるイメージを持っちゃってるのもう。でなんかね、あの、なんていうの、こう、全部をこなさなきゃっていう、そう、って思っちゃう。じゃあまあ、あの、今、ハニーさんが言って、ちょっと遅くしてみようか、じゃあ。100ぐらいだったと、じゃん、じゃん、じゃん、もうちょっと遅くてもいいか。90、95。じゃん、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 90ぐらいまでいってみるか。今、90です。じゃあ、どうぞ。うん。力抜いて、柔らかく。さあこういう体の動き、この時は瞬発力ある、あそれが例のチャネ、そう、はいどうぞ、3、はい、いいね、晴れてきた晴れてきた晴れてきました、あちょっと遅くなっちゃった、ちょっと聞いて、1、2、1、2、3、はい、調整してだから多分ね90だとちょっと遅いんだよ、そういうことか、で多分95ぐらいがやりすぎると思うまずは自分がやりたいテンポでいいよ、多分95ぐらいだよそれ、はい、ちょっと行聞いてね、1、2、1、2、3、はい、さっきの勢い、パンツトントンパンツパンツトングユパンツトンツバンスタスタスタバンダンスタバンスタスタスタバンダンスタバンスタ、はいどうぞ、バンスタバンスタバンダンスタバンスタ、遅くです、難しいね、いいよ、強弱つけ、弱いところをより弱く、ずれちゃってね、あ難しい、そういろいろまず今考えながらやってるから、うん、なんだよ、だからそれを考えてるとやっぱりノリって出ないから、うん、まずはちゃんとそのメトロノームにこう基本的に合ってる尺っていうのはいいと思うけど、うん、でやっぱりねちょっとその強弱が弱いところが強いんだよね、うん、結局いつも言うけど強いところを強くはできないから、うん、ウクレレって100以上の音は出ないんだから、この低い弱く弾きたいところを下げていってこの幅を生み出すじゃん、うん、要は音もちっちゃい大きいの幅があった方がグルーブって生まれるんだから、うん、上を上がんないのやげたらバチバチと音が悪くなるだけだからね、うんうん、じゃあちょっとこれやってみましょう、1、2、3、4、
かいでしょ、うん、今もちょっと感じてください、この柔らかい感じを。不器用だから、そうだね、ただそことか瞬発力、無知でパシンってなるよな。ちょっとこう、私そのそういえばね、茶もね、うん、こうやった後に置いちゃうんだよね。あ、まあね。パッて跳ねた、跳ね、跳ねない、離れられないよ。そうね。パッすぐやんないとね。そう。だから忙しくなっちゃうのかな。そこでロスが生まれてるかもしれない。そう。スパーンってこうすぐ、ね、パーンってこうで、ね、ひっくり。置きに行っちゃうよね。うんうん。で、バシッとやっちゃうと、もうここで動きが固定されてるからね。だから、それは自分でもなんかわかるんだよね。このキレが、素晴らしいよ、このキレが。うん。ね。多分、こう離さない、こうやんないと、そう、こうダメだもんね。そうね、こう無知のように、スパーンって言ってね。ああ、なるほど。そう、一瞬、一瞬なんだよね。それは、まあ、でも、そうは言っても今確実にこう階段は登ってると思うから、うん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 、まずここでいいんじゃない、うんうんうん、でこれがなんとなくさらに気持ちいいで、これね、できてるかできてない、できてないかっていう判断は気持ちいいから。そうだね、確かに。できてるできてないで判断するとできてない。確かに。もう本当に気持ちいい時ってもう、うん、そうだねとか、うんうん、とかこの、うん、やっぱリズムグルーブの中に入ると、うん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 、気持ちがいいからね、うん、そうそう、それなんですよ、うん、だから逆にそれがすごく分かってくると、その例えばさっきも言ったみたいに、いろんな人とやってるといろんなリズムが聞き分けられる、うん、あ、この人前乗りだなとか、うん、そういうのはね、うん、あると思います、うん、はい。でも自分がやっぱり演奏するときに気持ちがいい方がいいからね、うん、だから今日は本当小杖さんがつぶやいたポロッとしたなんか茶が私が早いような気がするっていうことをそれ以上言うなと。でも今日はなかなかこれいい動画で、皆さんこれ今日なかなかいい参考になるんじゃない。でみんなできてるけどなんかなっていう人は多いと思うんだよね。もうできてはいるんだけどなんかこう心地よくないっていうか、なんかそういうのってあると思うよね。あ、だからよく言われるのができてると思うんだけどガツさんみたいにはなれないみたいな。だけどそういうところに細かいことがあると思う。だから面白いのよ、うん、いつも言ってるけど、これを獲得するのは並大抵じゃないけれども、できた時すごい楽しいし、またそれができるようになるまでのこの道のりこそが最高に楽しいやつです、うん、いやでもすごいでしょ、なんかやりたくなるでしょ。これさ、あれだね、あなたがさガズレレソング歌うとさ眠くなるじゃん、うん、あ、眠くなる眠くなる。だからこそ、ね、そう、自分のオリジナル曲を使うと、ね、眠くなったことないんだもん。眠くなるの。そう、そういうもなんていうの、ゾーンに入ってるのかね。そう、溜めるっていうか、そのね、居心地が良くなるんだよね。淡々とずっと同じリズムをこう繰り返して、毎回眠くなるもんね、どこでやってもね。僕のオリジナルソング、ガゼレレソングをいつもあのライブとかね、いろんなオンラインイベントとかで演奏するんだけど、いつも半分後半 寝てるもんね。確かにそれ言えてる。すごいリラックスしてる。やってみようよ、ガズレレソング。ちょっとだけ。あ、いいよ。じゃあワン・ツー・ガズレレソング、
あ、僕も今気持ちよかった。だからリズムがこっちは8ビートの茶で僕はレトロビートだけども、やっぱこの全こういう そこまでこう上がってくるとね、こうふんわりしてや柔らかくなる。やっぱすでにもう今眠かった。同じじゃないとやっぱこういい感じでこうコラボしないんだね、リズムが同じ、まあね。だからそれを なんでバンドの練習とかリハーサルがあるかっていうと、その呼吸を合わせるっていうやわけだから。そうだね、そうだからやっぱりその同じ呼吸感っていうかそのグルーブ、うん、それはやっぱバンドによって違うんだね。ドラムの人とかベースの人ギターの人ノリって人それぞれ違うから、まあなんとなくそういうの合わせるっていうのもあるし、音楽のジャンルにもよると思うけどね。うん、なんかすごくこう激しい音楽だったらもう前のめりでさ、うん、ガーってやるのかっこいいし、うん、ちょっとリラックスしてるんだったらやっぱちょっとよりなんかこうね、うん、柔らかくて後ろにあった方がいいし、うん、うん、そうそう、例えばよくさラップとか レゲエとかもめちゃくちゃ溜めるからね、うん、その歌の歌い方とかも、うん、なんかそういうのもやっぱりいろいろ音楽聴く時も意識するといいのかもしれない、うん、今日案がすごいいいようになったな、うん、はい、まあこの週末、はい、ちょっとこの動画でなんか皆さん気づきを得ていただいて、うん、勉強になるね、うん、ちょっとじゃあ8ビートで試そうか、110でいこう、はい、じゃあ最後に、いきますよ、ワン C から8ビートのチャネ、ワン、ツー、サン、はい、掴めない、うん、こうなんかちょっとふんわり、うん、要は点で感じずにこう面で感じるみたいな、うん、そういうのがね、うん、大事かなと思います、うん、ぜひ楽しんで、いや本当に楽しいんだから、うん、お勉強っていうよりはもっと気持ちいい感じ、このフィーリングっていうかこのグルーヴをね、なんていうかの中にを自分で生み出してるわけだからさ、あでもそうするとこれ慣れてくるとこのメトロノームがなくても、そうだね、できても一人の時はまた せっかちな感じだったもんね。そうそうそう、メトロノームにばっかり合わせて やってそれいくら上手くてもメトロノームがなかったらぐちゃぐちゃになってるじゃダメ、ダメだから自分の中にってことだ。そうだからそういう意味でメトロノームに合わせるんじゃなくてメトロノームと戯れるっていううちにその戯れる感じっていうこそがそれこそがグルーヴみたいなのがあって、それを自分の中でこう自家発電できたらまあいいかなということで。でも俺たちもさ別に機械じゃねえから、うんうん、人それぞれのノリっていうのはやっぱ大事だと思うよ、うんうん、だから僕もよくレッスン動画で言うけど、とはいったってなんかすごい勢いのある曲は、うん、テンポもなんかだんだん最後になって速くなっちゃうっていうのも、うんうん、かっこいいんですよ、うんうん、なんでそれは別にダメじゃないと思うから、曲の表現として、そういうのってエモいからね、うん、それテンポ速くなってるけどそんだけ熱い思いがあるっていう表現だってあると思うんで、うんうんうん、まあまあ一個でもね、基本はやっぱりね、こういうリズムってやっぱ、でもそういう気づきはね、その茶がなんかおかしいなっていうのを気づくっていうのもね、すごい大事だと思います。なんか素朴な疑問こそにね、そういうところにお宝が詰まってるんで、もしそんな質問がある方、コメント欄に書いてくれたら、江和さんがまたなんかいろいろ動画、こんな動画を、ハニーさんをね、こういう生徒役にやるかもしれない。なるほど。まあ、ちなみにそのガズレレ大学っていうのはいつもこれの連続ですからね、うん、課題曲決めて、なんかみんなのチャットに答えたりとか、うん、こういう、まあ、やりとりなんで、まあ、ぜひガズレレ大学概要欄にね、詳細貼っとくんで、まあ、もちろんこの動画のコメント欄とかも、うん、全然書いてもらったら、うん、なんか面白そうだったら取り上げて、うん、やっていきましょう、うん、ということでございます。はい。はい、じゃあ今日、ありがとうございます。突然のレッスン動画になりましたけれどもですね、気持ちいいグルーヴで音楽楽しんでいきましょう、うん、はい、そういうわけでございます、ちょっとねガズレレでもうめちゃくちゃいろんなね、お知らせがあるんでこの後ちょっと引っ付けさせてもらうんですけど、うん、最新情報としては1月いや3月18、19博多のアミュープラザ、そうね、島村楽器さんで G ラボポップアップショップのオープンがあります。ガズの参加はないんですけどフルラインナップの思想とかいろいろ、これもねご案内動画つい最近撮ったんで見てもらいたいんですけど、はい、その他のいろいろねご案内があるんでこの後、ご案内動画貼っておきます。ご覧になって
ください。それでは皆さん楽しく音楽していきましょう。さようなら。さあお知らせです。この本出てますからね。はい、子供と歌おうソングブックはリットミュージカル5月12日に出たばっかり、大好評です。 Amazon でもいきなりカテゴリー3つか4つぐらい1位獲得しております。はい、この本の出版記念して渋谷のタワーレコードでイベント開催中、開催します。誰でも参加できるんですけど、ちょっとねこれ詳しく見ていただきたいんで、概要欄にそのね、タワーレコード、渋谷タワーレコードの参加方法など書いてありますんで、ぜひそっちもチェックよろしくお願いします。2023年ガゼル生誕10周年ということで、東京名古屋大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもねガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。